お疲れ様です。うちは TV 中の人、うちは4姉妹って言います。よろしくお願いいたします。今回の動画もウィニングポスト9で機種を全員実名化して臨場感を高めてウィポライフを楽しみましょうという動画になります。皆さん気づいているでしょうか。ウィニングポスト9、実はね、実名じゃない人が結構大量にいるっていうのはね、気づいてる方いらっしゃるかもしれませんけども、まあこれね、 JRA のね、公認実は取ってないんですよね、ウィニングポスト9っていうのは。なので、あの G1 レースの、まああの勝負のね、あの動画が流れている時も JRA のマークっていうのは一応消えています。で、まあなぜかっていうと、まあスポンサー料が非常に高いのでもったいないっていう、まああのこのコストとのね部分で考えてっていう部分なんでしょうけど、それでまあ実名化できていないジョッキーっていうのがね結構たくさんいると思います。まあ縦ジョッキーとかね、有名なジョッキーだとまあ何人かはほぼ実名化されているんですけども、馬主さんだったりね、あとはまあ調教師さんだったりっていう方々だとまああの実名化されていない方が結構多いんですけども、まあ実名化すること正直可能なんですよね。まああのいろんなサイトを見ていただければ、ウィニングポスト9実名化みたいなので調べると、まあ、実名化のそのリストが出てくるんですけども、どうでしょうか、やりますか、どのくらいかかるのかなと、まあ、正直めんどくさい作業ですよね、こういうのって。だったらもう別にいいわみたいな、有名なジョッキーだけでいいわっていう感じなんですけども、やっぱりね、エディッターっていう、エディットっていうモードがあって名前を変えれるってことはね、まあ、全員変えてる方いらっしゃるかもしれませんけど、まあ、それをやることによってよりね、このウィーニングポストライフがね、臨場感というか、こうなんかリアル感がどんどんね、上がってより楽しくできると思いましたので、まあ、僕もね、やってみようかなと思うんですけども、実際ね、どのくらいかかるのかっていうのにね、どのくらい時間がかかるのかっていうね、この動画をね、参考にしていただいて、あ、まあ、これぐらいの時間だったら、まあ、やってもいいかな、みたいな感じで、まあ、エディットの方ね、名前をやって、変えていただければな、と思いますので、まあ、途中途中ね、どうしても動画の性質上カットしていきますけども、最終的に今もうストップウォッチで測ってますんで、まあ、どのくらいの時間がかかるか、まずね、全員一気にやると、ちょっともうね、大変なことになるので、ジョッキーだけにスポット当てて、ジョッキーのね、実名化すべてやっていきたいかなと思います。それではね、エディットをやってみたいと思います。ということで、まず一番最初はア行からスタートしていくんですけども、もうこのパッて出た段階でね、ほぼ、実名の方いらっしゃらないので、まあ一人一人ちょっと変えていこうかなと、思います。まずね、この青島さんっていう方はね、牧田さんっていう人なので、そこからね、ガンガン変えていこうかなと思います。はい、ということでね、1人変えるのにだいたい1分ぐらいかかるので、おそらく相当時間かかると思いますんで、まあちなみにね、この実名化をするのにあたって、まあそのサイトをね、まあ見ながらやってるんですけども、そのサイトをね、リンク欄に貼っておきますので、ぜひね、やられる方はね、そのサイトを見ながらぜひ一人一人やってみてはいかがかなと思います。それではね、バシバシやっていきたいと思います。はい、ということでね、1ページ目完了しましたけども、見ての通りね、結構ね、名前変わってますけども、現役期間がね、ハテナの方っていうのは意外とオリジナルの方だったりもするのかなと思いますので、まあそれ以外のね、わかるところは全員変えたんですけども、結構ね、こうあのアジオだったらアジオの人だったとか、そういう感じではないので、かなりねドバッと、秒数変わったりします。でちなみにね、こう1ページかかるのに10分ぐらいかかってるので、だいぶ相当時間はかかると思いますけども、まあなんとかね、頑張って最後までやっていきたいかなと思います。それではね、次のページ行きたいかなと思います。はい、ということで次のページになるとね、アンカツだったりね、まあ安藤克美ジョッキーだったり、まああのなんか、お、これは、いや、ダメだ、結構実名じゃないみたいな感じなんで、全員ね、また変えていきたいかなと思います。ということでね、2個目のね、打ち込み終わりましたけども、まあやっぱりね、まあ10分ぐらいかかりますね。まだまだかかるかなっていう形なんですけども、まあ、デムーロジョッキーがね、アンカツさんの上にいたりしますんで、ここら辺はね、まああとは酒井ジョッキーですかね、まあ、名前が分かりやすいジョッキーはっていう形ですけども、まあ結構やっぱりね、デムーロジョッキーだったりルメールジョッキーとかも、
本物の名前でなかったりしますんで、そういうところはねチェックポイントなのかなと思います。それではね次のページに行きたいかなと思います。はい、ということで、まあこのページになるんですけども、まあ岩田康成ジョッキー以外はやはりっていう感じは、まあパッと見ですけどね、まあ直していきたいかなと思います。はい、ということでね、このページも終わったんですけども、結構ね、やりだしたの後悔しだしてるんですけどね、まだ医療ですからね、岩田康成騎手までしか行ってませんので、結構しんどいっすね。現状も40分かかってますんで、結構労力扱うなと思うんですけども、うん、まあ最後までね、ぜひやっていきたいとは思いますけども、いやー結構しんどいっすね。頑張っていきたいと思います。まあ、ワンポイントとしてはね、松坂風磨ジョッキーと細江純子ジョッキーがね、ここにいるっていう感じなんですけども、やっぱりねこうパッと見てみると、ああこういうジョッキーいたんだみたいな、あこういう人いたんだとかね、上村ジョッキーとかね、そういやいたよねみたいなジョッキーもいっぱいいますので、そのジョッキーたちをしっかり実名にしていきたいと思います。ということで、エビナジョッキーが見えてきたってことは、あいよいよねアリオンもそろそろ終わってくるかなと思いますので、こっからまた名前しっかり変えていきたいと思います。はい、ということでこのページはねものすごいスピードで終わりました。なぜかっていうと、名前が変えられる人がねちょっと限られているって、で現役期間がねハテナになっている方たちっていうのはねちょっとまだ記載中になっちゃってるのでね、誰だかよくわかんない、オリジナルの方なのかもしれないんですけども、まあそれの影響かもしれませんけども、ものすごいスピード、たったの5分でね1ページできたりもしますんで、これはねちょっとかなり僕的に心がね、ああよかったみたいな感じなんですけども、まあやっぱりね、人の名前なので、意外とこう検索でね、太一太郎健太郎とかね、は結構比較的パッとマサトとか出やすいんですけども、まあ、ブッシーのね武士座智春とか意外と出なかったりもするんでね、意外とそういうところが知れてね、国語力かなり低い僕が頑張ってやってますんで、ちょっと国語の勉強になってきたなと思って、なんかよくわかんないね、感じになってきましたけども、まあしっかりねやっていきたいかなと思います。ということでね、お行お行って言わないですね、おの段みたいなね感じなんですけども、ここもね結構有名なジョッキーいますんで、名前しっかり変えていきたいかなと思います。はい、ということでお行終わってきましたけども、まああの村本ジョッキーとかね、まああと川島ジョッキーとかも意外と有名かもしれませんけども、まあやっぱハテナのね方でも名前がね確定している方も何名かいますんで、その方をねしっかり名前変えてってますけども、全員がね、完全に解明されてるわけではないみたいなんで、そこはねちょっとワンポイントなのかなと思います。本当にね、ジョッキーって大量にいたんだなって、91年からね、2018年まで、18年までで、ものすごい量のねジョッキーがいるんだなっていうのがわかります。ということでね、まだオーディオ続くんですね。まあ岡部ジョッキーもいればね、おとなしさんとかもいるんで、まあそこら辺をねしっかりまた名前変えていきたいかなと思います。ということでね、まあ岡部ジョッキーってことは、お行がこれ、お行お行あ行ですね、あ行がこれで終わりましたっていう形なんですけども、まあ今坂本克美ジョッキーとかね、まああとは松沢ジョッキーですね、有名どころで言うなら、まあここら辺かなと思いますけども、まあね、これ、エデュットデータ一回ね、こう、消して他のゲームとかやっちゃったんで、若干ね、名前変わった人がね、もう、刷り込まれているんで、皆さんとね、ちょっと段落が変わってるかもしれないんですけども、止まってる時間結構長く、あえてしてますんで、もしね、この画面参考になればと思って、切り替えながらやってますんで、見直していただければね、あ行のね、人たちの名前全部わかると思いますので、ぜひ参考になればと思ってますので、どんどんね次はカノダンですね、カノダン、カ行やっていきたいかなと思います。はい、ということでね、まあカ行って感じなんですけども、まあここもね、有名なジョッキー何人か、片平ジョッキーっていうのがね、北村さんたちだっていうのがあったりしますんで、まあそういうところをねしっかり名前変えていければと思います。それではね変えていきたいと思います。はい、ということで、いよいよね、1時間の大台を突破しましたけれどもね、芝山ジョッキーとかね、太宰ジョッキーとか北村ジョッキーとかは結構ここら辺はね、有名なジョッキーかなと思いますけども、まあ結構ね、1時間超えてくると疲れてきましたね、若干ね。まあでもね、本当に、
だん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 ゴールに近づいてるのかなと、3分の1は言い過ぎかな、4分の1ぐらいまで終わってきましたんで、こっから結構ね、実名ジョッキーが多くなってくると思いますので、それを期待してどんどんまた変えていきたいと思いますけども、まあね、ちょっとやって思ったのは、珍しいね、名字の方が意外とジョッキーって多いなと思います。当然ね、加藤北村とかね、結構有名な横山とか、いっぱいね、普通な、普通って言って失礼かもしれないですけど、まあ分かりやすい名前の方もいればね、まあ結構、俺ってこうどういう字なんだろうみたいな、名字の方も結構多いので、やっぱ競馬界って結構ね、奇数な、方が集まってくるなっていつも思っていますので、結構ね、面白い名字の方いっぱいいるなと思います。はい、ということでね、このマップはね、逆に川田優雅ジョッキーがいてっていう形の狩りを、まあ、やっていきたいかなと思いますけども、まあ、ちょろちょろね、まあ、ハテナがあるんで、それなりにね、時間短縮できると思って頑張っていきたいと思います。はい、ということでね、狩りをちょっと変わっていきましたけども、まあ、だんだんね、打つのに慣れてきて、早くなってきているっていうのはね、ポイントなのかなと思います。まあ、大塚、ザブロージョッキーとかね、川田ジョッキーがいる、まあ、ところなので、まあ、有名なジョッキーが結構いるかなと思うんですけども、まあ、川田ジョッキーなんかはね、調教師転向する予定になってますんで、今まだ現役のジョッキーなんですけどもね、そういうところも要チェックかなと思って、このままどんどんまた続けていきたいと思います。はい、ということで、木の行にもね、入ってきてますんで、まあもうちょっとでね、有名なジョッキーどんどん出てくるかなと思いますので、頑張っていきたいと思います。はい、ということでね、木の段も終わってきたんで、企業ですね、もう終わってきたんで次のページ行きたいと思いますけども、やっぱね、北村ジョッキーとか、まああと小林哲也ジョッキーとかがね、意外と名前知られている、あと佐々木ジョッキーですかね、と川原直樹ジョッキーとか、次の段に行きたいかなと思います。熊沢ジョッキーがね、いる感じですけども、ここもね、結構有名なジョッキー、一人ね、まあ本当に語るとちょっとまずいかもしれないようなジョッキー約1名いますけども、しっかりね、彼の名前も変えていきたいかなと思います。それではね、やっていきたいと思います。はい、ということでね、まあ、ハテナのね、ジョッキーだったり、で、結構ね、能力の高いジョッキーと、あとはね、黒田ジョッキーっていうのがね、なんか94年からなんですけどね、サイトにも載ってないし、調べてもあれっていう感じなんで、もしね、知っている方いたら、コメント欄でね、教えていただければと思います。それではね、次のページに行きたいかなと思います。はい、ということで、こっからね、小島太ジョッキーとかがいたりして、まああとね、下の方にもね、有名っぽいジョッキーがいますんで、それが誰なのか、見ていきたいと思いますけど、佐のね、段にも入ってますんで、約3分の1いったかなっていう感じなので、ぜひね、まあどんどん変えていきたいかなと思います。はい、ということで2時間超えてきましたけども、まあ国分ジョッキーとかね、小島ジョッキーとか、まあ、あとは安田富美男ジョッキーとかが有名どころかなと思いますので、次のページ行きたいと思います。ということでね、作業に入っていってますけども、まあ本当にね、だいぶ疲れてきましたけど、最後までやりきりたいと、だいぶテンション下がってきたんですけどね、もうなんでこれやり出してしまったんだろうってすごい後悔してますけど、最後までやっていきたいと思います。はい、ということでね、この量も終わってきたんですけども、ハテナのジョッキー、ちょっと分かってきました。加賀武美ジョッキーで分かりましたね。昔のね、有名なジョッキーとかだったり、そういうね、方を再度ね、未来でね、登場させるために、ハテナっていうね、扱いになってますけども、加賀武美ジョッキーでね、分かるっていうね、結構、今まで何だったんだっていう感じなんですけどね。それではね、次のページ見ていきたいかなと思います。はい、ということで、まあ、三条兄弟はね、明らかなオリジナルですけども、ここも名前変えていきたいと思います。はい、ということで、このページ終わりましたけども、やっぱりね、三条兄弟が目立つんですけどもね、ジョッキーって結構兄弟多いですんで、そういうところもね、要チェックなのかなと思います。そ
それではね、次のページいよいよ行きたいと思います。はい、ということでここら辺をね、柴田っていう感じでね、柴田さんたちがいる市のね、柴田さんたちがいるところなので、まあ割とねすぐ終わるのかなと思いますけども、2時間半を超えてきましたんで、ちゃっちゃかね終わらせていきたいと思います。だいたい今半分です。